おはようございます。2015年5月31日日曜日、6時5分になりました。5月ももう今日で終わりですね。明日から6月になりますけども、なんだかんだと言いながらね、もう今年も5ヶ月過ぎちゃった、ほぼ半分というかになってきたんですけども、暑い日が続いてますけど、なんかね、このままなんか梅雨がどんな風になるのかなという感じですけども、なんか長期予報では割とその気温は低めでじとじとした夏みたいな感じになりそうな話をしてますけども、まあとはいえね、このところ予報はどんどん当たらないんでどうなっていくかわからないですけど、それとあの地震がね、結構大きな地震があっちゃこっちゃと来て、昨日もあの小笠原でね、かなり大きな地震があって、あの日本国中あっちこっち揺れたみたいですけれども、なんかね、やっぱ活発に火山活動が全体的にすごく活発な時期に入ってきてるということなんで、まあ気をつけましょうと言っても何をどう気をつけりゃいいのっていうのはありますが、まあ本当そのね、そういう情報とかしっかりと聞いてですね、その行動するようにしましょう。さて、今日はですね、日経新聞から、アメリカグーグルスマートジーンズ開発リーバイスとということで、ジーンズのリーバイスですね、あそことグーグルが提携をしてですね、で、スマートジーンズと、何でもかんでもスマートなんちゃらになってきてますけれども、ジーンズのですね、表面に、入力できるようなデバイスみたいに繊維を加工してですね、なっていて、でそのジーンズの表面で例えば聴いてる曲の次の曲にこう送ったりとか戻したりとか、あるいは音量調整をするといったことができるようになるということなんですけども、まあそれをですね、これから、まあ基礎技術としてはもう出来上がってて、それをいかに、既存のデバイスと組み合わせて、かつでまたファッショナブルにするというところですね、そのあたりをこれからどんどん研究していくそうなんですけども、まあ確かにね、これ考えてみれば今のスマホって、情報を見るっていうためにこう取り出すっていう人もいるんですけど、ただ操作するだけに取り出さなきゃいけないというのは確かにね、めんどくさいっちゃめんどくさいんですよね。で、その昔の、例えばウォークマンとかありましたよね、カセットテープの頃の。ウォークマンとかだとボタンの位置が、取り出さなくても触って分かったんですよ。でところがですね、今のスマホになってから液晶パネルとタッチパネルがこう一緒になっているんで、見ないとボタンの位置って分かんないんですよね。触ったところで全部同じ平らな板でしかないので、全然そのどこが再生ボタンなのか、どれが停止ボタンなのかとか、音量がどこにあるのかとかよく分からないんですよ。でしかもね、その全部タッチパネルになってるんで、うかつに違うとこ触ると全然違う動作をしてしまうので、画面を見ないと操作できないって、これ結構ね、考えれば不便な話なんですよ。おかしな話で、操作するためだけに画面を見なきゃいけないっていうのはあまりにもインターフェースとしてはおかしいんですよね。インプットとアウトプットが同じところにあるから、こういうややこしい話になっていて、だからそれをですね、逆にこう分離させてしまえば、もっと操作が分かりやすくなる、簡単になるということで、まあそのジーンズなんかの表面を、指先で触るだけで、操作できるようにすると、多分こういうものがどんどんこう広がってくると、もっと身につけているもの、ただ操作するだけなら本当にその衣類ですよね、で操作できるようになりの、さらにその体そのものですよね、指の動きだとか、ジェスチャーだとかですね、その皮膚の表面とかですね、そういったものがセンサーになっていって、でもってそれでそのいろんなものに指示を与えるようにできるようになると、多分そんな風にどん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 変わっていくんじゃないかなという気はしますけれども、まあね、こうなってくるとその
なんていうのかな、だんだんコンピューターを使ってるっていう感覚とか、そういうものがどん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 遠のいていくというかですね、何を操作してるのかとか、そんなことってもう意識しなくなる、そういう時代にどんどん入っていくんじゃないかなという気がします。なんていうのかな、例えば照明のリモコンとか、今普通にみんなテレビのリモコンとかも使ってますけれども、あれってそのなんていうのかな、電源を流してるとか、そんなイメージとか全然もうないですよね。でそういうものがなくなって、ただ何かをしたいがゆえに、そういう動作をするというふうになってきてて、動作とそのやりたいことっていうのがどんどん結びついていく。だからそんなふうになってくることによって、そのコンピューターを操作してるとか、中身がどうなってる、そんなことどうでもよくなってきて、ただ 何をしたいからこんな動作をしてるっていう、そういう関連付けになっていて、中身のことがどんどん忘れ去られると。中身というか機能とかね、そういうふうにいろんなものが変わっていくことによって、なんていうのかな、ますますその感覚が変わっていく、世代によって捉え方がすごく変化していく、そういうことがますます大きくなっていく。なんかやたらこれから先ね、服を触ってる若者が増えてきて、それは単にこういろんな機械を操作してる。で年配の人から見ると、何をこいつ落ち着きがないねんっていう、そんなね、世の中になってくような気がしますけど、どうなんでしょうか。さて、そんなところで、今日はもう6時11分になりました。日曜日ですね、暑い日が続きますけれども、ぜひ体調管理気をつけて、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。